桜台地区はお店が一軒もなくてですね、でお買い物にするのには電車に乗って、まあ、西鉄ガイドに行ったり別なところに行ったりしないといけないんで、お年寄りがもうその足がないっていうので、商工会がそのじゃあお店をこっちに出向いていこうじゃないかというのから始まりました。あ、久しぶり会うたねとかそんな感じの、その中で、まあ、お互いにみんな良くなる、出店者もいいし買う人もいいし地元もっていうような感覚ですね。